とにかくお友達がいっぱいできたことです。日本和装は着付けを教えてくださるだけではなくて、着る機会をたくさん作ってくださるので着物友達がたくさんできました。イベントもたくさんあるので、もうそれを通していつも着物を着て楽しい経験をさせていただいております。昔からファッションは好きだったんですけれども、やっぱり年齢とともに、あ、洋服だともう若い子には勝てないなっていう面があるんですけれども、もう着物だったらば若い子には負けない、もう年齢なりの美しさっていうのがございますよね。なので それがもう自分の励みになるんですね。